それではまずはじめに IPA の高橋より開会挨拶をさせていただきます。高橋さんよろしくお願いいたします。カメラとマイクをオンにした上でお話しください。えー、IPA の高橋と申します。え、はい、本日あのお集まりいただきました皆様の中では、まあ、非常にあの多くの方がですね IPA のイベントに初めて。 ご参加されるといいう,うに伺っていますすとということでですねまずは簡単に IPA の役割についてご説明させていただければというふうに思っております。IPA は今年度から新たな中期計画の期間というのが始まりましてミッションビジョンバリューということを作成しですねこのデジタルで豊かな社会にということをミッションとして取り組んでおります。 そのミッションを実現するためにですね、IPA の事業としてはこちらにある 3, 3つの柱を立てております。ソサイティ5.0の実現のために、まずこちらのデジタル基盤の提供、それからサイバーセキュリティの確保と、強化確保と、それから3つ目がこのデジタル人材育成ということでですね、本日はこの1つのデジタル人材育成の情報共有会ということでですね、うん ウェビアンをさせてていいただいておりますでこのデジタル人材育成の方はですね、この産業全体の競争力強化や社会の課題解決を図るために、ですこの企業の DX の推進と両輪で行っていくということが重要で、国としても非常に多くの政策を打ち出しております。 それぞれぞ先ほどの IPA の柱の、まあ、こちらの右側があー DX 推進です、ね、のほ、えー、うが、ん、デジタル基盤で左側が、まあ、まさにデジタル人材育成ということで、えー、その IPA としても政府政策の実行機関としてです、ね、両輪でこの DX 推進を進めております。 そこでそのデジタル人材育成の目標はデジタル田園都市公家構想の中で示されておりまして2022年度から5年間でデジタル推進人材230万人を育成することを目標としてですね IPA ではこちらのまず DX 推進施策それからポータルを通したコンテンツの紹介それから情報処理技術者試験 でこちらのデジタル人材推進人材、こちらの人材定義を行うことで,です、ね、目標達成に貢献しておりますそこで、これらの施策の普及状況ですが、これは昨年度の実績になっていますけれども、まずこちらの IT パスポートをはじめとした、このリテラシーレベル、こちらの方ですね、非常に多くの方にご受験いただいてますし、非常に多くの実績が出ているという状況です。 ですが、まあ、こちらの推進人材の方ですね、は、まだまだとは思いますが、まあ、あの、学びデラックスという、このポータルサイトを使ってご受講いただいたり、それから、まあ、同じく試験を使って、えー、スキルアップをさしていただいたりということで、なんとか、えー、こちらの目標に向けてですね、推進しているところでございます。そこで、今日はですね、ここのデジタルスキル標準の、えー、とえと、ー、紹介ということになっておりまして、 こちらは昨年一昨年ですねの前の12月に公開以来、ま非常に反響が多くですね、経産省とか IPA に非常に多くの講演の依頼が届いております。それで対応させていただいた結果、非常に多くの方に認知いただいているという状況が出ております。 その DSS のあデジタルスキル標準の活用イメージですけれども、えー、まずはこの個人の方についてはキャリアのまあ指針として見ていただく。それから研修事業者の方にはデジタル人材を育成するために必要な学習項目を参照いただいて、既に多くの講座をご提供いただいております。 そこで本日はですね、まあ、こちら一番上にあります組織、企業ですけれども、こちらの中ではデジタルスキル表示を活用して、スキルの可視化や、企業内の研修の企画や、それからまあ実際に人材の採用などを指定されている中で、えー、そういうデジタルスキル表示の活用いただいていてですね、あの経,済経済産業省と私ども IPA では、そのいくつかの企業の方にヒアリングをさせていただいております。 それがこちらにございますが、いくつかこのような形で1枚の資料としてまとめさせていただいて、で、このような講演の中でもご紹介してですね、デジタルスキル標準を活用されたい企業の皆様のぜひ参考にしていただければと思っております。その中で本日ですね、本日はこの3名、あ、いか 本日はこの3名ですね、旭化成の原田様、味の素の長島様、それから資生堂インタラクティブビューティーの坪根様にご登壇いただきまして、各社の,そのデジタル人材育成、それからデジタルスキル標準の活用事例ということをご紹介いただきます。 で、えー、最後になりますけれども、えー、こちらは今年の2月に発刊したあの DX 白書のご紹介ですけれども、ここではあの日米の比較ということをしておりまして、左側にございますように、日米によい日本によいあの日本はですね米国に比べて、人材定義とか評価基準とか、こういったようなものを周知徹底しているという比率が非常に低く出ています。で で日本だけで見てみますと、右側にございますが、その中でもこの人材定義というものについては、日本における DX 推進をする人材の獲得の課題のこの上位2つですね、この辺りがまあ人材定義に絡むものですけれども、やはり非常に課題認識がまあ非常に高いとなっています。 ただ、こちらにございますが、DX の成果がある企業と成果のない企業で比べますと、やはり DX の成果がある企業の方が、その課題認識が少ないという結果も出ていますので、まあ、DX を推進する人材を,明確にあ人材をあの企業の中で明確にしていただくということが、まあ、必ずこの DX の成果につながっていくんではないかということが見て取れると思っております。 本日のウェビナーでこの先ほどの3社の方々に一部ではこのスキルの見える化とかえっと,そうですねというものをあの中心としたデジタルの人材の育成施策というものをご紹介いただいて2部では質問の時間もたっぷりとっておりますのでこの活発なコミュニケーションをとっていただきぜひ皆様の企業における人材育成の参考にしていただければと思っております。 それにより、あの皆様方の企業のこの DX の成果につなげていただければ幸いでございます。では、本日はどうぞよろしくお願いいたします。